ってください。1月17日、火曜、ガンダム3-4新大会、始めていきたいと思います。どうぞ、始めてください。どうぞ。さあ、ここでちょっと YouTube を配信してみて、ちょっとかくついたら YouTube 止めます。ちょっとテストです。さあ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 、今週金曜日からねロケテストあるということで楽しみですね。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。ガンダム3-4大会。さあ今ちょっと YouTube の方も配信すると CPU 使用率の方を見ていきたいと思います。14%。 はい、じゃあ B 問題も始めちゃって OK ですよ。さあ出てくるのは YouTube やめましょう。あ、けどかっついてないな。いけるか。あ、いけそうだな。あ、かっついてたら教えてください。今日ちょっとあのいろいろ同時配信でどれぐらいまで耐えられるかやってます。オッケー、止めよう。ありがとうございます。録画なしだったらいけるけど、ちょっとまだニコニコに上げるっていうのは止めてるんで。さあ、最近あの最近体調悪くて、もう実況もしっかりできてなかったってこともあって、なんかめっちゃ久しぶりに喋ってる気がする。そんなことないんですけど。さあ、ニュース、スティンガー M からカーカスって、ここはエスカーカスまでガンスフレフェインですね。さあ、リボルバーからガンフレフェイントからのダッシュ投げ、ジャンハイ、ジャンハイさんの交渉が切れてから打ち出すんですね。うえー、なんか爆発しましたね。おお、ブリンガー刺して DEC、マフニールからここはおーおーおおおお、八角とかそういうレベルじゃなくなってきたか。おーおお、ジャンケン強え。そしてどうなんだ、ブキャーッなってるな、マルアンソル。ゲームはちょっと大きい。ちょっと待ってね、調整をねミスったんですよね。ゲーム音が大きいんだ。あ、そうそうそう、ゲーム音ね、そう、こないだ間違えちゃったんですよ。ああ、今どんなもんでしょうか。ゲーム音と実況のバランス、テスです。一瞬消えたけど。オッケー、ありがとうございます。フルソクしゃべるって。さあ、なんだっけ今日の名前、冷たい谷のボルドエルフェルト、ボルドエッチョみたいな。さあ、突き上げショット、キンネスからドン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 からポンと投げて、この、ショットショットショット強化ショットガフっていうルートはタメブリッツで返せるんですけど、僕もキルキャンセルで返せるんですね。難しいところですよね。一応あのミカドの配信のバランスはゲーム音より少しだけマイクが大きいようにしてます。ちょっとだけね、それでもゲームを大きいようにはしますけど、そうすることによって声を大きく出さなくても聞こえると。だからちょっと声を大きくしちゃうとね、高くなっちゃってですね。あーちゃっ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 、おーエスキリックかな、バソ。おー、すごい。あー、しかしゲージがない。
死にましたね。新技何つくんですかね、それは。もうとりあえず新キャラじゃない、新技何が欲しいかっていうやつに、仲いいやつにはみんなとりあえずロケットパンチ、ロケットパンチって言ってるんですけど、星向きあたりはロケットパンチつけてもいいっすよね。いや、マイクさんにも話したんですけど、 EX 版のガンフレームが超好きで、ウィングゼロカスタムのツインバースターライフルを撃つモーションに超似てると、ちょっとレーガンっぽくて好きだなって話したんですけどね。うひょー、すっげーことしてますね。あれ本当好きなんですよ。もうヘルズフラッシュでいいです。最悪ポチョムキンはスライドヘッド打ったらヘルズフラッシュで追撃みたいな。ジロッコだあれで。おお、バーストが漏れてしまった。あーと、ショットからエース、中段爆発に乗るか、チャンケン2S ドドドドドドと打って、おー、マイハイストラうまくダウンを奪って、ジャンハイからキン S、ストラグル 2K から Q5 へ立ち B、マイ B、マイハイサラ落としてからのジャンケン弾いて 2K、2S、2S から空中ダッシュ、ここ新 S、感性がついていた。しかしマイハイサラ確定からジャンプ S に触ってきます、素晴らしい。おっと、空対空に持っていきました。ジャンプ D から画面端追い込んで、なんだ、うわー、消す、この真下を取ってしまえば、あとはタイミング次第。さあ、爆発、イエスからバックのメキラマシに使って、あー、総裁、これ下にの方が有利かな。やっぱり打撃技はモータルカウンターですげー長い間のこの、あー硬直になるんだね。今の状況は非常にまずかったですね。なんかマイク音でかい気がするけど、お、これは位置は入れ替わった、おいしいぞ。ジャンディーからマイビー重なっていなかったというか、あのキレパインは下段しかないっていうのをしっかり理解して暴れていったという感じでしょうか。多分そんな気がします。さあ、ダークエンジェル、うわー、からジャンケ弾いてゲージを削って前に出たが、タシピー弾き連続ヒット、スピーカーメックションに行けるか、素晴らしい。キンエス Q5 マナピー、前ハイスラ Q5 からスピーカーエム溜まってダメ、足、あー、2ハイスラ抜けていこうとしましたが、ここはしっかり読んでいました。数ある武器もジョニーは新技なんでしょうね。スパイハンダーの1段目削除で沿線が追加とかだったら熱いなと思うんですけどね。ダメージ350ぐらいで。テレサ消されてるんだけど大丈夫、名前ニフラムされちゃった。さあ、中段からメレスが攻めます。さてと、JB さんにたどり着くことができるか、けど、計算ね、だいぶ、あやべえやべえ、サッカーサッカー、画面足蹴り上げて、ダウンを奪って覚醒必殺技でかっこよくフィニッシュでしょう。ダメです、ポンと投げて連続ヒット、画面端逃げたいが足前から、おお、よけた、アイスラカーカス、カーカス、カーカス、タシケ、ストラグル、キンエス、キューファイブ、
ジャンケ弾いて足割がヒット、画面端逃げてるか、逃げれそうにない。 S ハリスラ B マイハイ Q5 マイピーマイハイで落として、ケンロウミエザが全部ヒット、うひょー、あー素晴らしい。エレフェルトとか前の位置を使いたいですよね。選べるようになるんですかね。はい、失敗、はい、ニエス足を伸びて回避、タシケタシケから細かく刻んでユニフレーム取りつつ逃げ、足払い、これバスト、おお、エンソ潜って中断、さあ攻め込まれるときついが足払い返していく。じゃあはい、前、はい、スタートさせてエンケレス、ここは回避、空中投げ、画面端をキープしたい。あー、なんか折れた、バイピー、キンエス、ジャンハイ、ジャンディ弾いて2つ、ここは結構削りも痛いぞ、ダッシュ投げ、エスはハイスラリー、前ハイ、落としてボールを2つ、タッチピー、そして続く2ピーから隙間を埋めて、さあガードしてるだけでもかなりのダメージを削っていますが、どっか行っちゃったか、バイピーを狙いましたが、後ろに着信し、ジャンハイスラも届かず。お、うまく飛んだ、直前ガード見せて、投げが来たが、バスを使って、おお、素晴らしい、いい避け方ですね、相手、おー、タコが待ち構えていました、2敗すらプラスボール、勝ったのは、ゲンさんのベノム、おめでとうございます、はいはい、エビマダイは、サップさんが、チームが、倒れているので、ベノム、ベノム、ウィン、ウィン。技は嘘をつく、ちょっと待ち、ちょっと待てっつってんだよ、うるせえよお前。A 番台、FAB さんのチームと、ホヒコさんのチーム A 番台で、 B 番台、テレさんのチームとロイさんのチームをそれぞれお願いいたします。で、FAB さんのチームと、ホヒコさんのチームはここで負けても試合がありますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ A 番内 B 番内ともにサタバタをしゃべってください。一度のチョークで十分だったな。ベノベノウィンウィンストレイク。この結果が下せないようだが、プロに力技で勝とうと考える方が失礼ではないか。Guilty Gear Exar Revelator。 はい、じゃあ行きましょうか。さあ A 番内ですが、2回戦ホヒコラムレザル MK2 回、アッシャナベットマンチーム先方 MK2 さんの回、対戦相手は FAB さんのポチョムキン、マルハンさんのソウル、ケイシさんのベノムのチーム。この試合で負けてもルーザーズ、あります、あります。いて、残ってた。さあ、遠距離のシューティング合戦となっておりますが、このグラインダーを通したスタンエッジは飛び道具貫通、これがね、非常に設置しているキャラクターだけど、こういう風にカウンターヒットでダウン取られてしまうので面倒くさいですよね。うまい、 SP から助け、さあ、うまく運んでいきました。
団を通してバストを使わせます。戻ってきましたが P 先生 P 打ち、とりあえず発生の早い技返しつつというところ。さあバストを使って2敗すんなカウンターヒットになるかなというところですが、ちょっと間に合わず。さあしかしここ封じ上げうまい。次回作はステージバイケンのね映っていたステージがすごい目にも優しそうでいいですね。楽しみです。ジョニーステージはそろそろ夜景に移るんですよね。楽しみ楽しみ。うまい。あいつら作って、おっとジャンプエスは投げてボールを作ってサーカスからチャージを打って 2K からダッシュ投げピース投げしかめしたね。さあ連続ヒット1、2の3前ハイではなくケースをヘザリーで運んで画面足、これは美味しい。そして1もいい感じ。デッサンからも読んで足払いチャージ、なんとかして捉えたい。目の前は難しいですよね。対空を狙うとこのスクラグでずらされちゃったりとか、かといって待ち構えているとジャンプハイスラーが下にね角度が、おおうまい。口投げとかやっぱ安定になってくるんですかね。あーと投げ反応していた。サインして追い返して、これエンクレススティンガーエイムと食らうだけでもね痛いダメージが、まあおーとやらしい。攻めていくタックテイ、いい口出しでしたが、あーこれは美味しい、素晴らしい。ケースマイケイ 2K からえっ待って変な変な商品が、さあジャンプバーサー読んで直前ガード投げていく、ヘッドアングル、さあいいテイクさん綺麗ですね立ち回り。うわー避けてジャンハイマイピー、前ハイからスティンガーマイピー、エンクレスミエスからスティンガーじゃねえよ、スタンディッパーだ、スティンガーディッパーとか言いそうになったら危なかったですね。さあ勝ったのはヘイさんのウェルウェル、テンプの際とその努力には敬意を表す。あそうだ、新作情報もそうなんですけども、ギルティギアの、ね、レベレーターのスタンプがね、販売されたんですけども、発売されたんですけども、レオの顔面白すぎますね、あれね。レオの顔やばすぎて、知り合いと交互に送り続けてスクロールするとレオの顔で音ゲーやってるみたいでマジでやばいんで、朝起きてライン開いたらあれ見られてる、やばい。では本当いいキャラですね。さあケイさんのベノムとホヒコさんのラムレザルの試合となっております。さあフィンガーからあいつらいいからの投げが漏れた形になりますが、ダメージはかなり奪っていますが、投げてここから連携決めることができればというところですが、シルドにして前 P、 ロマンキャンセラー、ハイスラー D、 画面端、おーカーカス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 、さあカーカスを打ちまくってあはは、ペップアングル打ったらまだ残ってたやばいやばいやばい、あー 2S かな。いやダメってやつはサイン版だな。さあ画面足ジャンハイから空中足ジャンディー、さあマイクを使ってる俺の声よりもテレサの声が大きすぎてなんか俺授業聞こえてるって感じで不安になりますが、あーと盆踊り2段目がヒット、中段ガード、サバンナに言葉はいらないんですね。さあゲラン通して奥攻めジャンディー弾いて金 S95、
回読まれた形になりますが、なんとかして捉えたいが、ケイシメルは課題助け、ヤシメルで決めてきました。さあこれで、ケイさんが似た手ですね。あの顔にファフニールしたいですよね。けどあの顔いいっすよね。正直あのスタンプ買ったけどレオの顔しか使ってないかもしれない。あ、1回だけも使ったから。さあ Q5、 さあシューティング合戦。さあハイセラジャンプペースを刺しつつやめしよう。さあジャンケー触ったがボールが残っている。キンエス、スコラギュル、ゲージを吐かせたいところ。投げて、あーバス当たらず、画面足。おっと、何回してる、素晴らしいバスを避け。さあしかしこのデジャブのバリアがありますね。さあバックステップ、位置を着信をずらそうというところだったんですけども、バックステップ引っかかっちゃいましたね。なんだかんだ言ってこうベッドが横になりますから、横に広いジャネス、ジャンピーから2敗したらリータスク、画面端に行け、キンエス、ニエスからデジャブ。さあ、ジャンハイ、いやらしいですね。さあ、マエピーからリータスク、何が漏れるかとしないときは、Q5 からステル取って、頭を投げつけ。よし、おっとダメージは通ったが、ダメージ当て身も気にしないといけませんので、なかなかそのフレームを開けたくない。 Q5 うまく通して S ハイ D 前ハイから Q5 ボールを2つブリッツ取ってガード、 S ハイ D のバー対しつつコンボ、ダメージ最終弾当たってしまった。 Q5 これはバータイか、マイピーク、そして弾きとヒット、チャンエース刺さってケースからめくって、ここでバースト、スティンガイも打って、さあボール残っているが、あちょっと待ってね、ちょっと待ってくれ。あーとマイピーからマイハイ届かず、ジャンディ弾いて後ろ、おおなんだディエスかボールかなと思いましたが、さあジャンハイジャンニー、ここはリーチをかけているのでこのまま決めたいケンイチさんですが、これですね、Q5 っていうのは普通に打っちゃうとガード下側が有利になってしまうんで、まあ、それに対してちょっと溜めてそのフリーフレームを少しでも減らそうといった狙いがあるんですが、この前ステップがね、ガードポイントというか当て身になっているんでなかなか怖いですよね。通常でも割れるのかな、3切れ会社、おっとこれは美味しい。そしてベッドマンとかポチョとか、レオもそうだったかな、一部のキャラしゃがみでも3段目が入って浮かされてしまいます。キュウハイブの使い方うまいですね、飛び道具をかき消せるんでなかなか面白い飛び道具です。あはは、やっていいって感じですね、ボールがいい感じにヒット。あーとこれはバースト、4だが落ちている、カーガスからまあ無理はしなくていいだろうというところ、いわゆる作ってカーガス、カーガス打っていく。さあこれはボールが飛んできてやったな、ゲイシャンのメダル、サンソフィー、おめでとうございます。ごめんなさい、この後はですね、
フェミさんのチームは1試合お休みで、今負けてしまった、ホヒコさんのチームとテレサのチームが試合をして勝った方が決勝進出です。さあ、それでは敗者復活戦となります。続けての試合となりますが頑張ってくださいな。じゃあ始めていきましょう。 A 番内ですが、テレーサージャム、冷たいボニー、あ、違うな、冷たい谷のボルド、エルフェルト、テレサジャムチーム、違うな、テレサ2人いったのカメゴメドムです。対戦相手は、今の試合負けてしまいましたホヒコさんのラムネザル、 MKA2 さんの会、アシャンさんのベッドのチーム、カメゴさんと MKA2 さんの試合となっております。テレサの声は本当に大きい。さあ、ビーパーストラストからチャージ重ねてダッシュ投げ、置き攻めはジャン、おお、すげえ、差し配からボールを2つ、ヒールキャンセルね、今回ディレイ幅が広がったで、ここでドスコイが刺さって壁足、うまい、あの重なっていない、そのなんだっけ、ディランダルコールからのチャージを最後直前ガードをすると投げれるみたいな話は聞いたことあるんですけど、すごいですね。空中押しとかも露骨にああいった状況では重ならないので伸びちゃうんですけども、サイエンススティンガーからこれはうまい、うますぎる。さあ、しかし無敵のライドがあると怖いですよね。カーカスカーカス、ハメだハメ、あー、ライトがライトニングからのめくった、あいまあ、画面端煽りの時にカイスラカーカス投げて殺されたのを思い出す、懐かしいですね。直前ガードして逃げたいところなんですよ。でかいキラ大変ですよね。うまい、非常にカメゴさんの試合運び毎日うまいんですけども、 MK2 さんがうまくそのダメージ勝ちじゃないんですけど、立ち回りできついところも耐えてゲージを溜めて返していくといった試合展開になってますね。どちらも本当にいい試合運びを見せていますが、ダメージ、ここはスタンエッジからのディランダルコールを通してのこれですね。一瞬タイミングずれるんで、フォルトのタイミングずれちゃったりとかしますね、直画とかね。邪念のある者ほどその傷口に気がつかない。さあ、テレサジャム対 MK2 さんの回ですね。さあ、まだこの組み合わせわかんないですね。カイはあれが欲しいですね、アバンストラッシュ系が欲しいですね、そろそろもうライディーンは打ったからもう行っちゃいましょう、アバンストラッシュ。さあ、おごっと、ベイパーあるぞあるぞあるぞ、マイケうまい、2ハイスラー、いい対空、2ハイスラー、対空の付け方がうまいですね。この結構前にやった時は MK2 さん勝ってたかなーっていう印象なんで、だいぶジャムさんやってるイメージ。さあ、出し投げ、ただ勝負強いんでね、デレサが嘘じゃないぞ。じゃあ、はい、座って前、はい、こっからぞ、あー、ディッパー、こっからですよ、こっから堅牢、珍しく堅牢だと使ってきます。
おっと中段からバースは溜まったところで死にましたね。やっぱ強いですね。さあスリットしてる。奥攻めはサッシュ K、サッシュハイ、前 K、スリットしてる。すごいことが当たっている。前ハイスラ、これ美味しい。エンゲス、サハイ、いい確認。 S ハイからレーバーサル、すげーで美味しい。あー、ここはちょっと確認が難しかった。さあいいマイキン再起、空中直前ガードから投げを確定させて、ジャンディから表はインマンでしたね。素晴らしい。表はインマン、先ほど裏はインマン見せたんで、いいぞ。あーと前ハイバストン使って、あ、いやー難しい。さあちょっとここは緊張してしまったか。ダメ出し、キルキャンする。あ、なるほどね。ここをちょっと直したいが、ヘイパースラスト対空ですね。おっと足場の不足が刺さって、デッタングル読んでいる。飛ぶか。あー空中さんが出ない。あーと、あー分かる。空中がハイジャンエースが漏れてしまった。悲しい立ち合いから、ここからなんとか粘りたいぞ。こっから面倒くさいんですよ。テレスさんのタクはどうする。うわー、バイビー戻ってスピリットセールからダッシュ投げからの、どっちだ今。おっ、ガードした。裏インマンからこれは黄色キャンセル中にもうね、足払い確定しましたね。ロイさんも拍手。裏アインマンでしたね。すごかったです今のは。完璧でしたね。 MK2 さんが足払い、まあそこデッドアングルもね非常にいい選択肢だったんですけど、足払いが何もせずの 3H の黄色キャンセル、足払いを確定させてきました。やばいですね。テレサアインマンに囲まれた敗北という形になりましたね。範囲は圧迫死でしょうか。さあ大将出てくるのは、ツメントインカニのウォルド。アッシュ3枚系。いやしかしエルフィールとは結構このコーヒールじゃねえ、トラワイを構えられた時にゴリ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 されてしまうと、ね、大変ですからね。対策を知っているかどうかというところ。さあ重ねるふりをしてスカシゲなんていう形になりましたが、亀梨、おっとすごい当たり方したな今。両者当たりましたね。あーしかし始めならず、危ない危ない。おいしい。あーとショットショット、ダメ出しけどゲージがあるが、あーいって、これがどっちからガーフかバックステップでいけるかな。出せなかった。行きましょう。カネス、おーっと美味しい。しかしここは権力届きません。ニエス、立ち合い、バスト使って、ニエスタイク、バースト読んで、一回、勝ちたいところなんですよね。あー、なんだその当たり方、当たりないんだ、今回、爆発、ダメージ入ります、入りますが、ガードができます、まあ、落ち着いていきたいところなんですよね。パインを投げられてしまいますと、どうしても立ち回りが、おいしい、チャンスがついている。まあ、先ほどのは多分リオスシというものなので、バックステップかブリッジバックステップといった選択肢を取っていかないといけませんでした。多分キャラクターによってはバックステップで良くなっているはずです。スタンディングを使った、おお若いですね、若い。さあ最初ラウンド決勝に進むのはどちらか。さあ S 入り通した、マイケ、おいしいが続かない。クッションしてるじゃん。すごいな、ジャンプエースがこう舐めるように中段としてめくり直線機能しましたね。スナップダッシュだよ、溶けてくる。これは吉井さん失敗、3ハイスが飛んでいたので当たらない。飛んでいたのは爆弾ですね。さあ確認から一本まで素晴らしい。さあ2S 懐かしい青色のような
崩し方を決めて下段から、これは痛い、ある程度まとまったダメージを与えたの。オッケー、さあバースト呼んだっぽい形になったが、ジャンパイソーが受け身に刺さって勝ったのは MK2 さんの外3立てで決勝進出です。おめでとうございます。それは強いですね、プロジェクトの中よいしょー。というわけで、ホヒコさんのチームが、敗者復活戦勝利いたしまして、 FAB さんのチームと決勝戦で再び対戦という形になります。頑張ってください。いやアインマンの舞でしたね。ナイスアインマンでしたね。なんでや、どうなんだろう、あ、まあ、3ヶ月か、あ、長いな、そう考えると思うんですぐやりたいよね。あるかもしれないですね、まあ、ロケテストはね、本当に新キャラ使う人たちはあんまね、あのネットの海の意見に流されないようにね、よく梅茶さんが名前言っちゃったジョニールーとかジャムルーとかって言ってたんですけどね、どっちにしても苦しみあるんで強すぎても周りの目を気にしなきゃいけないで、弱すぎてもなんかね、ああいう風に言われ、なんかいろいろ大変なんで、まあ本当ね、大事なのは気にしないことです。結構時間かかったけど、今のうちからね、どっちに転んでもいいように考えておくといいのかもしれませんね。そうなんですよ、そうなんです。そう、使わないのは寂しいですからね。さあ行きましょう、A 番内ですが、 FAB さんのもちろん巻き、マルハンさんのソロ、ケイさんのベナムのチーム、先方は、マルハンさんで、対戦相手はホヒコさんのラムレトル、 MK2 さんの会、ヤシャナさんのベットマンのチーム。アンケートはね、変なことも書くのやめなさいよ。さあ、ワイハイめくり、さあマルハンさんがこのベットマンの攻撃をどう崩していくか、どう切り崩していくか、攻めてるな、まあ守りながら攻めてるみたいなもんで大丈夫ですね。あらららら、触っちゃって痛いんだ、これがダメ足落として置き攻め、上から来てジャンハイから、これはホルトを使っていた、お、走ってた、まあそう、どうしてもベットマンのスタンプがある間は暴れたくなるんですけど、暴れてしまうと結局また最初からやり直しみたいなところがあるんで、ある程度やっぱその耐えなきゃいけないっていうところが強いですよね。じゃあはい、おっとっと、できるかな、できるかな、できるぞできている、あー、やっちゃっていいのか、あー、さよなら、バイバイ自殺志願者みたいになってました、おりゃーっつって、ボーンさよなら、元気でいてねってねさあ、ピーザスクさん、はい、マルハンさーん、バースト使って、ガイオットが当たってる、元気がいいぞS、2S、B ダスク、あー、B デジは当たってしまった、画面端、さようなら、読まれてましたね。今の選択肢的にはだいぶいやーけど難しいね、リバースで一応投げ返しは多分できたと思うんですけど、完全にもうブリッジ出てたんで、ん、あ、本当だ、オガちゃんカバーかっこよくなってるなんかロケラン入ってそう入ってるわけないですよねザトウ入ってるかも、確かにすげえかっこよくなってる、オガ PP なんちゃらやってるらしいんでね、今度見せてもらいましょう。さあ、ケイジさんのベノムが出てきましたが、先ほどの試合ではね、このケイジさんが大活躍で、アシャナさんを倒していましたが、さあどうでしょうね。さあ、チャンディ弾いて
やっぱボール作っていけば立ち回りいい感じですよね。ベノはだいぶいい感じですよね。あのベノム使いのツイートアタッカーを見てと割とポジティブな、ピーノさんとかもカニキャラとか言ってたんで、ね、多分ゴッドなんでしょう。結構めんどくさいですか？あ、不安ないですか？いやけどそろそろなんかそれはもうあれですよね、変化が欲しいですよね。多分だいぶまあ、まだまだやることはあるとは思うんですけども、変化欲しいかなっていう頃だと思います。さあジャネスシュータスクから投げて強い画面端どっち見えねー。あ、ラッキー持続傘になってるんで、こういったそのラストは、まあ、結構見えるんですけど、持続が長いキャラクターって持続の後半ガードした時にちょっとね打ってる側があの有利だったりする状況も作られちゃったりするんで、実際にこのダストをガードしたから暴れろっていうのは言えないですよね。難しい。さあ2回ここで大体あと1回使えるか使えないかといった読み合いになってきますよね。3回やったらもう次の新しいのを作らないといけないというのはあるんですが、難しいですね。あと前ハイからバースト使ってうまい。さあ先ほどの試合とは打って変わって、この足元のレッドマンがだいぶ体力をリードしております。足元から Q5 ボールを使ってバックステップ2回戦を刺させて、おお総裁したか。ジャイソン乗せて画面端前ハイさ、無敵の部分が噛み合ったっぽいですね。アルキー投げかなんかがシータスクかなんか分かりませんが、まあ美味しかったですね。さあ出てくるのさあ出てくるのは FAB さんのポチョムギンですね。まあ順番に関してはね、まあ何でもいいと思いますチーム戦をやってもいいですし、選手さんに任せてもいいです。まあ上手いことねやってください。そうですね、みんな強いと思います。さあ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 どうなるでしょうか。まあポチョムキンというか FB さんというか、まあポチョムキンかまあベッドマンには苦戦してるイメージがどうしてもあるんですが、まあ次回戦が多分ロケットパンチ出るんでポチョムキンって人間だっけロボットだっけってね、もう分かんなくなっちゃいましたね、こんだけ鎧かぶってると。あー痛い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 、画面端すっげえ当たり方したな。しかもバンダイっぽい。さあその部屋タッチ系がこれ足元無敵となっております。うわめっちゃ歩いてきたが、うわいやちょっとこれは高さが怖かったですね。しかしダウンを優先します。さあ飛んでジャンピーピーから空投げに行きますが、これは歓声がついている。この衝撃波をね当てに使われてしまいますので、かといってそれを普通に、まあんだそれはすげえ読み合いです。これ人読みかなんかでしょうか。デッドアングルは確定っぽいがちょっと効果ですね。あーバイブマジか、素晴らしい判断悪魔のようなさあ投げて、おお痛い痛い、すごい変な当たり方したが、タシケイからタシケイがね足元無敵、まあザッパだね確かにモーションが。もうデコピンがもう飛び道具になるじゃないですかね。さあ当たらないぞ。ホグロみたいな感じ。おっとこれはどう、上海先ほどどうだ、すげえ当たり方してんな。どうするこれは、これはしないと思うけどさすがに。あピヨってんじゃん。いや多分ね炎の見えなかったね技術が。難しい判断でしたね。指導がカウンターではあったんですが
うわっと避けてバーストが避けたっぽいが怖いぞ。スラヘがヒット飛びません。かなり惜しい。あ、やべえ。あ、けど降りている。残念、バウンドはしたが拾えない。あ、さあ欲望の前手でしたが、デコピンは角度が合わず。あ、これはやべえ、当たっちゃった。しゃがみハイスラー飛んでしまえばっていうところだったんですよね。悩んだでしょう。さあビータスケまずいぞ。スラヘ、うわっ、そしてニエス引っ掛けてしゃがみハイスラーが強い。タシピーがヒット。シャーニーハイスラからジャンエス、シビーダスでバータイスーツ、ジャンディーで落としていく。いやーきつい。シビーがヒット、あーっと、タシピーとニピーが噛み合って、シビーがヒット。ここはニピーで割っていきます。どっちかにてエンゼルス距離を離していますが、ここは再びスワープ。あー消す、カウンターヒット。うわー、やべえのが当たった。ジャンピー、あー変な当たり方した。トリシュラかな、どうする。スパシャイスが着地に置いて、あーポジャムキンバスターロイさんがなぜか苦しんでいます。勝機が見つからない。まあけど全然ありますからね。タクトさんも MK2 さんもだいぶお強いの。どうなるか。よう勝ちましたね。いや本当に。さあ行きましょう。FAB さんと MK2 さんの回となっております。さあ、補助バスしてくるかどうかですね。直面ガード2P、おー、めっちゃ照らされてる。ちょっと怖い。さあ、戻ってきた。で、5P ピンです。おー、ダウンを選択ですね。ハリハリ付き技はこのように画面上とかで当てればダウンが取れるんですね。これ強いんでね、覚えておくといいかもしれない。おい、痛い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 。あーかん。だからしかも連続ヒットしてるのによく調べてますね。危なかったですね、今のは。そうですね、ジャイアニズムを感じます。さあ、前範囲に行け。足回りから追いかけて、キュンキャンする。あるぞ、クリットしているから足払いチャージ。お、下段が通った。奥攻めはどっちだ。三杯からデコピン、神経足払い、いやらしい。細かく細かく、あーっと、これ苦しなし。さあリーチリーチ、なんだなんだ、チームメイトが5人ぐらいいるぞこのチーム。孤独な戦いが続きます。まあけど後ろには2人のチームメイトがいますから、多分応援してくれてるでしょう。あーかん、前は痛い痛い痛い。前ピクルですよね。さあ髪足落として、危ない、よく飛んだ。足ぐらいからスプリットセール、前ハイ、ちょっと体力差すぎちゃった。うわー、タシピンがヒット。数個止め、ジャンディーからアチャイガーカウンター、前ハイ。まあ、バスは使わなかったんで、状況はね、変わらずいいでしょう。最終ラウンドへ。危ない、あ、すげえ、繋がった。さあ、ゲナウトしていく。まあ、死の起きてないのはいいと思うけど。さあ、スタイチ、なげ仕込みの金魚ですが、飛んでいます。いやらしい。スタイチ、押し返す。あー、トンピシャ、スライドヘッド、ゲージがある。うわー、めくってる、よく予想した。素晴らしい、エンケース。うわー、確定している。
ここは頑張ってしのぎたいところです。スライドヘッド、あぶね、うわー、マイハイマイケートルシュラッ、勝っているのは FAB さんです。恐ろしいですね。勝利して入れていきなり XX アクセントコアを経験したプレイヤーだと割とあそこねバックステップ出せるんですけど、本当食らったら死んでたんで、やっぱあの行くぞとかだと安いしいいかなみたいな感じのところあるんで、ね、まあけどすぐ避けれるようになると思います。頑張りましょうあれ避けれないとなんか真剣なかった感じがするんで昔はね、はい、さあ、あー何やってんすか、マジっすか、危ない、あーそんなに投げたい。さあ直前ガード、さあコヒコさんちょっとね開幕ちょっとおられそうで、あれそちゅうめーっと、コヒコさんは気を確かに危ない、バースト待っていました。さあここで使って、いやまあ置き詰めあと1回見えるかな、S から読んでましたね、これ Z アングリーンの垂直ジャンプ S からのポジョムキンバスターでしたね。さあ返して、 S ピン、マイケンデコンピン追いかける、いいケツ黄色キャンセル。さあちょっとホイコさんはダウンを奪って攻めていきたいと、うわー、位置が入れ替わってしまった、頑張って耐えたいところ、危ねえ、ゲージはまだ十分にありますから、無理をせず無理をせず、おいしい、いい拾いだ、トントントンから距離、おお、よろしい、当たっている、打ち上げて再び隙間ができる、ガイガン、うおー怖え、危ない、これは危ないぞ、危ない、恥は危ない。さあ亀梨、ここから出しとられた、あーでかすぎる、ポジョムキンでかい、あー自由になっている気がする、あぶねーまだある、まだある、安いダウンスタイルだけど、あぶねーさあすごい妖艶がヒーローショーみたいな、あーもう最終ラン、ジェイソンみたいな、お前さあ優勝、ジェイソンはどちらのチームか、確定いい、タシピ危ないぞ危ないぞ、画面足、デコミン点数読んでいたっぽい、あいやまだ大丈夫だ、バースト、あ美味しい、珍しいミス、危ない、うー危ねさあビーム落ちたかった気もするが、ラッシュだか、さあどうする、ジャイスから、あーポチャムキンバスト勝ったのは FAB さんのポチャムキンということで、逆三立てで、本日1月17日火曜ランダム343大会優勝チームは、FAB さんのポチャムキン、マルハンさんのソル、ケイシさんのベノムチームとなります。おめでとうございます。いやばかったですね、ジャンプ S からの、小彦さんが飛ぶかなっていうところはちゃんと押さえてた感じですね、飛ばないかなってところはもう星野にバスター出て、もうなんかいい感じの人読みもあったような気もします。はい、お疲れ様です。